はい、今日もあなた東百姓天国、本日は4月の2日ですね。はい、火曜日ですね。さあ収穫出荷、私が取るのはからし菜、わさび菜、かつお菜か、はい、かつお菜が今週で最後ですね。よいしょ。先ほどね、大根の花芽ね、収穫しましたね。こんな感じで、はい、よっこらせ、カツオナ、カツオナ2つぐらい取りますか。で、からし菜、さあもうこれも今週で、なんとか今週の金曜日でもう最後にして、ここ全部ね、モアで吹っ飛ばして片付けて、トラクターで耕してこちらをお返しします。もう向こうからね、あの法人さんが作付け始めたんで、ね、僕ももう返さないといけないので、はい、ということで今年のね、秋冬のもう最後ですね。お世話になりました。さあもう一気にね、これで長谷川家に入ってきますね。よいしょ。さっきのね、大根を収穫してたんですけど、そこでね、前ね、うちの研修生が道端にこう、道端というかね、ちょっとへこんだところに車止めてたら、多分そこの地主さんがね、そこは人のところだよって、人のとこ止めちゃダメだよっつってね、まあちょっとやんわりと怒られたっつってね、すいませんっていう話でね、まあいわゆるね、新規就農とね、地域との関係性っていうのはまあ永遠なテーマなんですけど、そのいろんなやり方があってね、これが答えというのはまあめっちゃないんですよね。でそれも人それぞれのやり方によるし、地域によるしね、これというはっきりとしたものっていうのは実際にはないんですね。でよく言われることなんですけど、特に僕のね、先輩たちっていうのは1960年代にね、やってきて、その時代からやってきた人たちのその地域に溶け込もうとする涙ぐましいその努力というのはね、本当にもう涙なくしてはね、語れないぐらいのものがあるわけですよね。はい。で僕の世代っていうのはまあちょっとその下ですけども、どちらかというとね、割ともっとドライな感じなんですよね。で30年やってきて、今僕が基本的にはどういう作戦と言うとは大げさですけどもね、新規就農者、これから農業者になる人に対してどういうかっていうと、まあもちろんね、何回も言いますけど、地域によって違うのでね、その田舎の雰囲気とか、だからもちろん一概には言えないんですけど、基本的にはですよ、基本的には地域とはできるだけ距離を取ってくださいというのが、僕の研修生とかこれからね、農業やる人においてのアドバイスですね。はい。地域との関係が薄ければ薄いほど営農はしやすいです。実際はね、もちろんその付き合うなとかね、関係性を立てっていうことを言ってるわけじゃないです。実際にそれだとむしろマイナスが出るわけですよね。あいつはなんだってことになるわけでございまして、だからうまくその辺はね、風景の一部として溶け込むのに時間が必要、どれぐらい必要かっていうと、だいたい 2,3 年ですね。5年すれば田舎の人っていうのは関心がもうなくなるんですね。で普通の感じでね、あなたが普通の世間的な意味で普通の人で、普通に挨拶して普通にね、にこやかにね、腰低くやっていれば大体は問題にならないです。よほど何かね、あなたがその地元の人の実力者の何か虎のを踏まない限りね、悪意を持った人っていうのは一定数いますので、日本の田舎にはね、そういう人たちとうまくね、距離を取るね、仲良くやるんじゃなくて距離を取ってください、とにかくね。でも風景の一部として、あなたがね、その地域に溶け込んでしまえば、多分あなたはもう攻撃してる、要するに暇だから攻撃してるだけですからね。はい。
退屈しのぎで何やあれはって言ってるだけのことで、要するにほら地元の人たちっていうのはある日突然こう A さんが B さんを攻撃するってことはないわけですよ。そんなリスキーなことは犯せないわけですよね。なのでよそからやってきたあなたはいじめてもいいわけですよ。だって何の利害関係も関係性がないところにポッと来てるわけですから。だから皆さんしめしめとね。で猫がほらね取ってきた獲物をこうやってコロコロしてながらこう遊ぶ、あれに近いわけですね。はい、例えが合ってるかどうか分かりませんけど、でもそういうものだと思ってくださいね。田舎の人にとっての暇つぶしなんですね。よそから来た人をいじめるというのは、はい、そういうものだということを理解して、でしかもそういうメンタリティですから、何らなんでこんなひどいことするんだろうっていう合理的なあれってないわけですよね。そのことをちゃんと理解していればいじめることに意味はない。だからこういう意味ではよく言われる小中学校のいじめと基本的には変わらないってことですね。はい、なのでなんか戦ってもしょうがないですよ皆さんね。はい、あんまりひどいようだったらその地域は諦めた方がいいと思いますけど、だからそんなようなものですよ皆さんね。なのでそういうふうにこう理解してね、うまく距離を取って、であとはねしっかりね、もう3年5年すれば多分誰もあなたに関心を払わなくなりますので、そうすればまあいいんじゃないですかってことですね。だからいつも言うようにあなたの目的は何ですかってことですね。地域の人と仲良くなるのが目的ですかって、違いますよね。営農するということですよね。しっかりとそこでね、あなたが自分のビジネスをね立ち上げてね、畑でやっていくね、お店屋さんをやっていくね、パン屋さんをやっていく、しっかりそれを確立さえすればあとはまあにこやかにねやっていけばいいわけですね。地元でそうやってねお店屋さんカフェをやろうと思ったら、それはにこやかにせんといかんわけでございまして、多分地元の人はあんまり来ないとは思いますけども、それでもね地元の人のその資源を使ってあなたは商売するわけですから、それこはそこでねちゃんと敬意を払わなくてはいけないのは当然ですがね、払いすぎるのもまた違うんですよね。そういうことしてるとね、入ってきたらもうその人にどんどん自治会長とかね嫌な枠は役が回ってきますからね。その辺もある程度、あそうか俺はちょっと今舐められてるなってねいうのが分かったらね、うまくフェードアウトするようにしてくださいね。その辺はね決して戦ってはいけません。もう戦うっていう姿勢を見せた段階でもうあなたは終わりですね。戦ったらいけないですね。権利を主張することもできませんね。そんなに甘くないですよ日本の田舎というのはね。だからそういうことがもしあったんでしょうね、腰低く申し訳ございません、私は何も知らないものでしてっていうふうにしていくと、およく分かっとるやないかというね、逆のレスペクトが生まれればベストでございますね。だからそのためにもね、まず一番大事なことはあなたがプロであるということなんですね。農業のプロであることね、何かのその飲食店でも素晴らしいメニューを出してね、すごく流行るね、各種インスタなどを利用して情報配信もする、そういうすごい人になればね、田舎の人は恐れおののきますからね。特にね農産物を作るということにおいて、その地域では圧倒的にあなたが圧倒しなくてはいけませんね。まがうことなき地域でナンバーワンにならないとあなたに対して誰もリスペクトしてくれませんね。まずそれが最低条件ですね。それは当たり前のことなんですよね。ですからね、新規収納して 2,3 年でね、しっかりと4桁にね数字を載せて、そして早い段階で例えばね成功するんでしたら法人を立ち上げてしまうことですね。株式会社化してしまえばね、そこの社長さんを攻撃するということのほどの勇気がある田舎の人ってはそうはいませんからね。でそういう意味でもね、ちゃんとあなたはビジネスとしてね、うちはビジネスとしてしっかりやってますよということをね、こう内外にしっかりと示していくことが一番大事なことですね。でできればね、地元のおばちゃんたちをパートで雇ってあげれば、そこでもう多分大丈夫だと思う。あなたのことを悪く言う人はいませんから、だってね。そしたら多分ね、その旦那さんが悪いこと言ってても、パートのおばちゃんが何を言ってるんだと、私は何々さんにお世話になってんだっていう話になるわけでしょ。はい、今週金曜日カツオナ取ったら終わりですね。いやカツオナも本当世話になりましたね。お世話になりましたね。よく何回取りましたかね。カツオナはやっぱり良かったですね。はい。
本当に使わさせてもらいましたね。ありがとうございます。また来年もね、秋冬はカツオナいっぱい種まきましょうよね。からし菜、そしてわさび菜、わさび菜と言いますか、レッドマスタードはね、春のトンネル栽培のが出てきたのでね、このレッドマスタードもね、何回もお世話になりましたけども、わさび菜もこうやってもとうだってきましたね。まあ今ね、僕が新規就農の話をしたのはね、これあくまでも僕のやり方であってね、もちろん違うよとね、ちゃんと関係性を作らなきゃいけない、もちろん関係性は作るんですけどもね、これも一つの見解ということでね、聞いていただければと思いますね。うまく距離を取るということですね。で、目的は何ですかってね、しっかりと営農するということが目的ですからね、そこのところは はき違えてね。だからやたらとね、その地域と迎合してね、なんか溶け込もうとする人がいますけど、もちろんそれ間違ってるとは言いませんけど、それがね、最終的にじゃあその努力がプラスになるということも決してないんですよね。ないパターンが多いってことです。その努力がね、無に帰すことが多いですからね、できるだけ距離を取った方がむしろね、プラスの方が多いですよということをね、経験上私はたくさん経験しておりますので、はい、もちろんね、だからなんて言ったらいいんですかね、こういうこと言うと、なんかね、もっとこうツンツンしながらねやるようなイメージにとらわれる人、それも違うんですよ。人としてね、あくまでももちろん人としてのそういう礼儀をねクリアした上でっていうことを言ってるわけですよね。必要以上にこう溶け込もうとしなくてもいいよっていうことですね、はい、ここら辺がポイントです。でうまくね、その地域地域でね全然違いますから、キーパーソンっていう人がいらっしゃるわけじゃないですかね。そこの元町長さんだったりね、農業であれば力を持ってる人っているでしょ。そういう人たちとうまくね付き合っていくなり、距離を取るなり、仲良くなるなり、その辺はね、人を見てあなたとの相性だったりね、懐に飛び込めるんであれば飛び込んでいただいてね、みたいなことですね。だから一概には言えないですよね。いろんなその新規就農のね、誰にお世話になってその地域に来てるのかっていういろんなパターンがあるじゃないですか、ね、それによっても違うし、だから一概には言えないんです。ただね、今私が言ったようなことをある程度ね頭に入れといた方がいいですよというようなことでね、だからそこに何て言うかな、こうすれば必ず新規就農は成功するっていうようなものの、そういうマニュアルはありませんのでね、うん、それがあったら誰だって成功するわけですけど、よくね人間的な問題っていうことをまあ言われるわけですけど、まあでも正直言ってね、いい人であればあるほど責められやすいんですよね、僕が見るところね。いじめだってそうでしょね。正論を述べる人っていうのは田舎ではね意味嫌われますのでね、正しいことが通らないというのがまあ日本の田舎であり、もしかしたら日本の社会だとするのであればね、まさにその農村というのはその縮図であるわけですよね、うん、であなたはただ自分の正しさを証明したいんですか、それともね営農がしたいだけですか、ここのところをしっかりね認識してね置くことが大事です、ね、何度も言いますがね。だから営農がうまくいけば間違ってたっていいわけですね。間違っている、正しい、そこに何の意味があるんですかというふうなことですよね。どっちでもいいんですよ、ね、でそこに関心がありますって話なんですね。私は一切ありません、ね、あそうですか、ここのこの地域では
必ずズボンの下にはふんどしを履かなくてはいけないんですねっていうふうに聞いたら履けばいいわけですね。そこにこれは何の意味があるんだろうって意味なんかないんですね。わかりますよね、私が申し上げてることはね。でちょっとね失礼な例えをしたかもしれませんが、でもそういうことですね。よそから来たあなたにね理解できなかったとしても、地元の人がこうそれを大事にしてるんだなと思えばあなたも大事にしましょうってだけのことでね。そこに合理的なものというのはありませんので、よいしょ、次なんだ、からしあね、まあその辺もねこうやってねいろいろ喋ってますけど、でも5年してあるいは10年してね、あなたがもうそこでねしっかりと地盤を張ってね、売り上げも安定しね、生産法人なら生産法人を立ち上げてね、もう地域になくてはならない存在になれば、もうそんなことはね何の関係もなくなりますので、よいしょ、はい、ということで以上でございます。いやもうレッドマスターのこんなんですね、はい、ここのこの、秋冬ねたくさん頂戴しましたこの葉物畑ともこれでお別れということです。それではまた。